こんにちは。こんにちは。巣ごもりチャンネルです。イエーイ。ただいま国立劇場の稽古中でございましてね、はい、今稽古が終わったばっかり、はい、着替えてる人もいます。あっちにもいるけどちょっとちら見て、危ないよ、ね、今の NG ですね、はい、今回の巣ごもりチャンネルはこの稽古場の熱気を伝えようと思いまして、インタビューの形式でお送りしたいと思います。この動画のおしまいにどうやら屋根子も登場するようです。久しぶりにまたくまモンと対決するのかな。はい、ではお楽しみに。僕は初めての国立劇場で初めての女方に挑戦するんですけども、今回若々しい爽やかな女方をできるように一つ一つの所作を極めていきたいと思います。おしまいには若い者で立ち回りをいたします。そこでこちらも初めての野猿返りと頭払いという技をします。おしまいまで見届けてください。頑張ります。マンジュア寮で働く女中の小村という役で初めて女方に挑戦いたします。お化粧から仕草からいろんなことを学んでいる最中でございまして、皆様にぜひ注目してみていただきたいと思っております。そしてもう一つなんですけれども、酒屋でっちの千吉という役で明るい男の子の役で出てきて、ちょっと蛇と戯れるというか蛇を捕まえるシーンでちょろっと出てきますので、そこをちょっと皆さん明るい気持ちにさせられたらなと思います。よろしくお願いいたします。お目にかかったお楽さん、どうぞお世話を頼みます。今回は女軽業師の玉本子さんという役をやらせていただくんですが、もともとは本人撮ってる先代の吉三郎先輩がやられていた役でヒロインの一人ということなので、もう精一杯可愛く、やりたいと思ってます。一番の見どころは幕開き、しばらくしますとですね、玉本子さん砂の元にかかりまするてんてんてんってかかりますので、そうしましたら私が綱渡りをしているシーンがありますので、皆さんは心の目で綱渡りをしてるんだなというふうに見ていただくと、とても見どころの一つになるんじゃないかなと思ってます。はて、気がかりなのは子さんが身の上。恋人子さんを見受けするために30両という大金が必要なんですけども、小間物屋という使用人のためにそんな大金ができないので、お兄さんの伝兵衛の奥さんのお六さんになんとかしてもらってるという、まあ、ちょっと歌舞伎のちょっと頼んないようなそういった役柄ですね。ぜひ、この小三金五郎のコンビ楽しみに見に来てください。はて、わしは亭主というものの年中の、まあ名前にお守り伝兵衛というお守りがついてるぐらいですから、まあ人がいい人なんだと思います。人からは結構人と言われております。お六の亭主なんですけれども、これがダメ亭主で稼ぎもなくて解消もなくて、まあしょっちゅう叩き出されてまた戻ったりしてるんですが、どういうわけかこのお六とは仲良く夫婦ではいるわけなんですよね。まあ今でもそういう夫婦がたくさんいると思うんですけれども、そういう微妙な夫婦の空気が出せればいいなと思ってやっております。後半の方で出てきております。おしまいまで寝ないで見てね。あ、盗み取られて役目の落ち度。歌舞伎の立ち役の中の2枚目さらにピンとこなっている役柄で、武士なのでキリリとして強いんですけども、女性と色っぽいことができるような柔らかみも必要な役です。で、今回はまた人を殺すシーンがあるんですが、チラシにもあるように八つ橋という女性を殺すんですが、歌舞伎の2枚目っていうのはすぐ傷ついちゃうんですよね。もう裏切られた、傷ついた、殺すってことがよくあるんですけども、今回もまあそのような役でチラシを見れば分かると思うんですが、私がどのような殺人を犯すのかどうぞご期待ください。ありがとうございました。聞けばお前はご老人、そりゃ義理の通りも伝兵衛さん、横丁の吉坊のところへ行ってカツオがあるかないか見てきなせえな。今回は平成八つ橋と土手のお六の二役を演じますが、八つ橋は遊女、また土手のお六は
悪魔でございます。この悪魔というのは悪いババアと書きますが、決して魔女のような悪いおばあさんではなくて、ちょっと不良なお姉さん、どちらかというと自分で物事を切り開いていく進歩的な女性でございます。実はこの八つ橋とブロック、2人は兄弟でございますので、全く役柄の違う、性格の違う2人ですけども、どこか兄弟らしいそんな雰囲気を出せればと思いながら、早替わりでこの2役を務めたいと思っております。ですのでどうぞ早替わりも含めてお楽しみください。よろしくお願いします。ちゃん、やねこなんだにゃ、お久しぶりだにゃ。元気でしたか？インタビュー面白かったにゃ。やねこも早く国立劇場見たいにゃ。ところでお知らせがあるんだにゃ。吉祥寺のお菓子の家さんとコラボレーションしたクッキーが国立劇場の売店で販売されるんだにゃ。勝手にゆくゆくはヤネくんのオリジナルクッキーもできるといいにゃーなんて思ってるんだにゃ。これから SNS でお知らせしていくから待っててにゃ。おしまいまで見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくね。じゃあね、またねー。